日本一のかかる最後のマウンド、星野監督ピッチャーの交代を告げました。ファンのみんなは待っています。 18が、クリネックスタジアム宮城のマウンドに東北のファンの目の前に現れました。清水さん、はい、スタンドを見上げますとほとんどの楽天ファンの皆さん目に涙を浮かべながら田中のピッチング練習を見守っています。KHB東日本放送松本龍アナウンサー、いやちょっと